ございます。どうぞ中の方入ってね、よかったら遊びに来てください。美味しいビールが冷えてます。よろしく。はい、というわけで、まずはホテルコルーナからスタートしました。死んでます。今日はですね、先ほどの東北の震災に対する、チャリティーということでやってますが、今回の指示に、賛同してくれた素晴らしい、もう二つ返事で皆さん OK してくれました。素晴らしい。今日はゲストたちが上田雅樹さん、AB バンさん、滝智晴さん、そして、中村祐介さん、素晴らしい方たちがあとこれから続々と登場いたしますが、まずは、ハート&ソウルファミリーバンドの演奏で楽しんでいただきたいと思います。ハート&ソウルファミリーバンドです。よろしく。紹介しちゃいます。あっちからキーボードはオカポンです。ビーシストは中川光雄。ドラムスターおなじみ今村浩二です。おなじみって言うんですよ。そしてギタリスト、渡辺明。渡辺千原正幸でございます。ありがとうございます。まあ、ハートソウルはたくさんの、ボーカリスト、ミュージシャンが、出演してるんですが、また今日はね、その中から生きのいいのを何人か連れてきましたんで、ちょっと聞いていただきたいと思います。まずは、沢井理恵。もう理恵ちゃん。ソビエトズランドマークタワーのような、はい、館内のランドマークタワーと呼ばれている素晴らしい曲ですね。というわけで、実はですね、今日沢井理恵ちゃん、今日実はお誕生日。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. はい、Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ria Ria Chan. Happy birthday to you. 20代でしょ。言っちゃった。20代最後終えたのか、迎えるのか、今日で迎えるのか。皆様にも祝いしていただいてありがとうございます。イエーイ。というわけで、今 CD 作成中でもうすぐできると思います。沢井理恵です。はい、まだ皆さんご存知の、だと思いますが、はい、リンダ・ロンシタとナンバーからいってみましょう。はい、It's so easy。Yeah.
勝負か。一発勝負。というわけで2番バッター。